第92回日本インカレ女子 5000m 決勝です。残暑厳しい埼玉県にあります熊谷スポーツ公園陸上競技場から山梨学院大学陸上部顧問上田正人さんとともにお伝えしてまいります。上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。相変わらず蒸し暑いですね。蒸し暑いですね。先ほど調べましたらね、午後4時半現在が 32.5 度、湿度が 61%、 今日は最高気温が34度というこの熊谷です。普通、ね、日が落ち始めると涼しい秋風がという表現をしたいところなんですけれども、はい、あの湿度の高いこうなんとまとわりつくようなあの空気感なんですね。長距離選手にとってはもう非常に厳しいコンディションだと思います。今日大会3日目ですけれども、大会初日からもうほぼ同じような気温湿度ですね。そうですね、あの1万メートルであの素晴らしい足で優勝したサラ・ワンジルさん、こちらですね、はい、ゴールしてすぐ岡園監督のところに行って、はい、先生暑いです、たまりませんっていうのが最初のコメントだったそうです。喜びよりも暑さですか。そうなんですね。それぐらい厳しいこの熊谷の気象コンディションでありますけれども、さてそんな中上田さん、このレースの見どころはどのあたりに置いていけばいいですか。そうですね、まずはあの1万メートル優勝したサラ・ワンジルさんを中心に、はい、あのレースが進むと思うんですね。昨年 の, あのインターカレッジの優勝が16分10秒台ということで、はい、昨年よりも気温が高いですから、でも、まあ、この中でも集中して走るので、まずはその16分10秒前後、できれば15分台に入ってほしいところなんですけれども、まあ、1周あたり1分17から18ぐらいであの日本人選手は進んでいくのかなとちょっと想像するんですね。ワンジルさんはもしかすると1分16秒あたりをこう押していくのかなと、それよりもちょっと早いかも分かりませんけれども、1分17から18ですと、まあ、16分台の前半というようなイメージですね。そうですね、ラスト頑張れば15分台に入る、はい、まあ、1分16秒で押していきますと、まあ、3分10で15分50ぐらいなんですけれども、はい、まあ、力的にね、あの15分の前半の記録を10秒台持ってますので、それはあまりに遅いんじゃないかと思うかもわからないですけど、この気温ですので、大体そのぐらいで後半に勝負をかけてくるっていう、1万メートルの疲労もありますので、まあ、そんな流れなんじゃないかなとはちょっと想像するところなんですけれども、今上田さんからも1万メートルというお話がありましたが、今大会はサラ・ワンジルが1万メートル制覇しました。大会初日最初の決勝種目での優勝ということで、これ1万メートルを走った選手は中1日でこの5000メートルにエントリーしている選手もいるんですよね。そうですね、あの8名ほどいるんですね。あ、そうですね、はい、はい、あの2位になったあの福岡大学の、宮原さんね、はい、まあ、彼女も素晴らしい安定したフォームで最後まで走り切って、中1日でまた5000メートルに挑戦するということで、はい、彼女がまたあの日本人の中勢の中で一つ抜けてくるのかなっていうところも注目したいですね。中1日でどれぐらい回復してこのレースに臨めているかというところもね、ポイントになってきますね。そうですね、1万メートル終了してちょっと脱水症状で、緊急搬送された選手も何名かいたようですので、はい、それほどに過酷なレースを今から彼女たちが挑戦するということですね。はい、現在この競技場の中でスタートラインに立つ選手がコールされています。さあ、まもなく女子 5000m 決勝がスタート切られます。お風呂場の脱衣所のようなシートなんですよ。そういうイメージですね、400m トラックを12周半走る長距離種目です。まずはレーンが分かれてスタートされています。まあ、大集団ですね、自分の走りやすいポジションを取りたいところなので、はい、ちょっと抑え気味ですね。ちょっと抑え気味ですか、はい、さあここで一塊になりました。まず1周どのようなタイムで入っていくでしょうか。200m で38秒ですから、38秒ですか、はい、まずはゆったりとした一段が
第2コーナーから第3コーナーに入っていきました。後半のダメージを考えるとですね、はい、前半はどの選手も無理をしたくないと思うんですよね、まあ、中盤を過ぎてから相手の疲労度を見ながらですね、ペースの上げ下げをしてくると思うので、はい、サラワンジルは今画面の中央に映っています。1分17秒71、はい、はい、まあ、ですからこれ16分、このまま行きますと16分という、ね、そうですね、タイムですね、16分、まあ、5秒前後という、はい、まあ、当初の予定通りのスプリットですね、まずは大東文化大学の面々がこの先頭に立ちました。サラワンジルは上田さん、これ集団の待機ですね、ど真ん中にいますね、はい、待機してますね、集団の中でまだ出ていくことはありません。その周りに立命館、名城の選手が囲んでいます。大東文化大学の岡園監督さんはね、はい、何としても女子は成功到底、関西の方が強いんだけども、はい、それを打ち崩すような走りをしたいんだなんていうこともね、おっしゃってましたので、あ、そうですか、期待したいですね、そしてこのインカレが終わりますと、上田さん、駅伝の、ね、予選会も始まっていきますので、ね、そうなんですよ、もうすぐなんですね、はい、79秒ですね、79秒、1分19秒、1分17が1周目、2周目が1分19秒というラップです。1分19秒のラップだと16分もう30秒近くかかってしまうんですね、はい、少しペースが落ちてきたのでワンジルさんがスルスルっと上がってきましたね、はい、今サラワンジルが先頭に立ちました。ここで少しペース上げるんでしょうね。そうですね、1万メートルの時も少し遅い展開ですとこうして、まあ、じれたというわけではないですけれど前に来ましたもんね。そうですね、3分16秒ぐらいですかね、はい、3分14秒、はい、3分14秒ですか。まず先頭は30番のサラワンジル、大東文化大学の1年生です。そして注目の一人でもあります山崎理沙がやはり先頭集団にいますね。そうですね、さらには立命館大学の村松もいます。そして城西大学の高橋もいます。1分13秒まで上げてきましたね、はい、これは非常にきついですね、このペースになりますと。サラワンジルについているのがナンバーカード6番の日本体育大学の山崎です。山崎さんも、はい、先般行われましたワールドユニバーシティゲームズ、はい、中国の四川省成都で行われたんですけれども、5000メートルで3位、1万メートルで5位入賞してますので、はい、まあ、世界のレベルと戦ってきた経験者なんですね、はい、ですから果敢ですね、このペース上がってもついてるっていうのは、日本学生個人でも今年1万メートル制覇しているこのねナンバーカード6番の山崎ですね。素晴らしいですね、はい、いきなり73秒まで上がったんですけれども、はい、ケニア人を逃がさないぞっていう気迫を感じますね。そうですね、サラワンジルに前に出かかってさらにあったもサラワンジルがまた前に出るというのはね、そうですね、この辺の位置取りがあります。そして大東文化大学のもう一人蔦野、少し頭半分出ていますが青のユニフォームの山崎の後ろにいます。1分15秒、はい、15分50を割ってくる、はい、本当ペース的には15分40秒前後のペースになりましたね、はい、大東文化大学のもう一人野田の姿もこの先頭集団にあります。縦長ですけれども、はい、このグループのこう切れ目が出てこないですね。そうですね、よくついてますね。サラワンジルを先頭にきれいに均等に並んでいますね。16人の先頭集団縦長になりました。
田中希実さんが世界選手権が終わった後にですね、日本人初の14分30秒割る14分29秒18という素晴らしい日本最高記録を更新してるんですね。これは2分55秒以内でずっと押し切るってことなんで、非常に素晴らしい記録なんですけれども、さて 2000m です、はい、どうでしょうか。1分16秒6分21秒ですね。6分21秒、最初の線が3分14、次が6分21ですね、はい、ですから3分07でいってますね、この線を。そうですね、これは非常に速いペースになりましたね、はい、ですからこれ最初14人で縦長の先頭集団を形成していたんですが、割れてきましたね。そうですね、もうこれで2周3周回れるとやっぱり、はい、やはり16分台の記録しか持ってない選手にはちょっときついですよね、はい、14人が8人6人に割れました。依然山崎はついています。改めまして先頭を行きます腰ナンバー30番のサラ・ワンジルは大東文化大学の1年生で、非常に上田さんポテンシャルの高いランナーですね。そうですね、中1日もこの疲労した状態を見せてないですので、はい、山崎理沙さんも非常にですね、はい、こう横目でワンジルさんの状態をチラッチラッとこう伺いながらですね、なるほど、やはり勝負したいなって気持ちがあるんじゃないですかね。ですから今日はこれ山崎が思いを込めたこのサラ・ワンジルとの一騎打ちに持ち込みたいというような、ね、執念があるんでしょうかね、はい、1分17ですね。1分17、はい、ラップの刻み方はいかがですか。少しずつ落ち着いてきてますね、はい、その73秒まで上げたのはちょっと驚きだったんですけれども、はい、やはり急激に上げたので少し疲労があると思うんですけれども、はい、その後日本人選手もいいリズムでついてますから、はい、後半楽しみですね。勝負を仕掛けるのかどうかという、先頭が大東文化大学1年生のサラ・ワンジル、そしてその後ろ青のユニフォームが日本体育大学の山崎理沙です。上田さんからもご紹介がありましたが、この山崎は日体大の3年生で、今年は日本学生個人1万を優勝、そしてワールドユニバーシティゲームズ1万が5位、5000が3位、銅メダルという輝かしい実績を積みました、この山崎です。そうですね、はい、8月の上旬だったら1ヶ月なんですけれども、はい、やはりピークを2回持ってくるって非常に厳しいですね、この暑い夏の中で、でもしっかりと調整してきてますよね。いかがですか。77秒ですね、はい、この8人は依然ここからこぼれる選手なく前に進んでいっています ね、 そ, すね。そしてここで山崎が先頭に入れ替わりましたね。そうですね、はい、1万メートルで2位になった福岡大学の宮原さんはちょっとこうやっぱきつそうですね、はい、ここに来て残り5周3000メートルです、はい、3000メートルを9分36秒、9分36、山崎が前に出ました。そして大東文化大学の2人が後ろについています。山崎さん元気ですね。はい、大東文化大学のサラ・ワンジル、さらにはナンバーカード26番の野田がピタリとつけています。このまま行って最後勝負をするとですね、はい、15分台のゴールは見えてきますね、はい、さらに先頭集団がこの給水所の手前で5人になりましたね。そうですね、はい、さてこの1周は、はい、いかがでしょうか。1分16秒ですね。1分16、はい、いいペースですか。非常にいいペースですね、はい、1分16秒というのは3分10秒ペースなんですね、はい、3分10秒ペースと言いますと平均すると15分50秒が出せるペースになっているんですね、はい、ですからこの蒸し暑さの中でこのペースで走りますと、はい、力のない選手というかスタミナのない選手はひとたまりもないんですけれども、途中先頭山崎が立ちました。サラ・ワンジルの前に出ています。そうですね、あとは城西大学と立教大学ですかね、はい、城西大学の高橋ナンバーカード29番、
さらにピッチを上げているような感じですね。さらに上げていますか。この2人が少しこの5人の集団から距離を空けて前に出ましたね。そうですね、はい、山崎さん のピッチがですね、はい、ここ2周前とは全然違 うちょっと高速のピッチに切り替わったんですよね、はい、ですからもう早めにこうちょっと相手 のスパート力を削いでしまおうというところですかね、はい、あ1分14秒に上がってますね。1分14、はい、この14に上がるとやはり今後ろついている選手にとってはちょっと厳しいですね、はい、3分5秒ぐらいのペースになってきてますから、この2人のマッチレースになりましたね。そうですね、もし山崎さんのスタミナがあるとすれば、はい、万次郎さんのラストスパート力っていうのを今こう疲労させてそぎ取ってるような状態ですね、はい、これは勝負に出てますね、これサラ万次郎を離してますね。そうですね、じわりじわりと今1秒半ぐらいなんですけれども、はい、これが 3,4 秒になると勝負が見えてきますね、はい、さらにピッチ上げてますね。上げてますね、はい、サラワンジルとの距離の差が徐々に開いてますね、まあ、10メートル、はい、離れていますね。まだ残り1000メートルありますから、スタミナがこのピッチでどこまで続くかというところですね、はい、この山崎梨沙は去年は2年生、まあ、夏の怪我のために練習も思うように詰めなかった時期があったといいます。ただそこから少しずつ少しずつコンディションを上げてきました。1分13秒に持ってきました。1分13、じわりじわりとタイムを上げてきていますね、この山崎がね。たかが1秒のペースアップなんですけれども、はい、見てて動きが変わるんですよね。明らかにサラワンジルとの距離差変わるんです、はい、でさらにまた変えましたから、これは後ろについている選手の精神的なダメージっていうのはね、もっとこう見て感じますので、はい、最初の線が3分14、そうですね、はい、そこから上がってきています。これは上田さんから途中でもお話ありましたけれども、このサラワンジルの前に行ってこのレースを制したいという気持ちがね、なんか伝わってくるという話上田さんありましたけれども、そうですね、体現していますね。15分台確実に出ますね、はい、4000m は12分41秒ぐらいだったと思うんですけれども、はい、ピッチが落ちないんですよね。15分31秒39というのが山崎の持ちタイムですね、はい、ですから持ちタイムからしてこの暑さの中でそのタイムを叩き出すっていうのは素晴らしいですね、はい、表情がもう目が生きてますよね、もうイメージ的には自分がこのままトップを切って絶対ゴールするんだっていう意志を、はい、意志の強さを感じますね、ちょっと押すのが遅れたんですけど1分、はい、私の時計で15秒なんで、はい、まあ、14秒後半ぐらいでいったと思うんですけど、ちょっと山崎さんの表情を見てると通過のストップウォッチを押すのを忘れるぐらい彼女の気迫にちょっとこう吸い込まれてしまいましたね。思わずこの眼力に引き込まれたわけですね。そうですね、やっぱり選手のこういう視線っていうのは、はい、やはり素晴らしいですよね、はい、勝負にかけた時の集中している目というのは本当に光り輝いてますから。さあ鐘を聞きます。残り1周に入りました山崎、さらに何かピッチ上げています。山崎残り1周を切りました。第1コーナーから第2コーナーに向かいます。サラワンジルが今残り1周に入りました。もう上田さん、はい、これは山崎は ね、 確実ですね。さらにピッチを上げてますので、はい、やはりワールドユニバーシティゲームズで、はい、まあ、世界 の、 ランナーたちともう本当にこう勝負をしてきた皮膚感覚っていうものを学んだことをここにまた体現しているっていうのが素晴らしいですね。さあ山崎が残り半分 200m 73秒ぐらい来てますね、やっぱり、はい、ですからこれ15分台はもう行けますね。もう15分40秒近いところに行くと思うんですけれども、はい、山崎は15分31秒39持ちタイムは超えましたけれども、この国手の中で素晴らしい走りを見せています山崎。素晴らしいですね、この暑さヒューミットの中で、はいはい、間もなくゴールします、はい、フィニッシュラインを迎えます。女子 5000m 決勝15分40秒台で来ましたね。日本体育大学3年生の山崎見事に
このレースを制して優勝です。ワンジルさんも54秒、はい、あ3着も15分台ですね。15分台できましたね、はい、4着まで15分台です、はい、素晴らしいレースとなりました。16分8ですから16分8秒、はい、もうすでに京都よりもアクコンディションの中、京都の優勝タイムよりもいいタイムで皆さんゴールしてますね。素晴らしいですね。優勝しました。こちらが日本体育大学の山崎です。今16分22ですから、はい、当初思ってた以上に学生たちの力、この蒸し暑い中ですね、はい、本当に渾身の力を振り絞ったレースだったと思います。上田さんが1万メートルの時には持ちタイムより1分遅くてもそれがもうほぼ持ちタイムの走りとイコールだという話ありましたけれども、5000の場合はどうでしょうか。そうですね、20秒から30秒とは思ってたんですね、コアの疲労度は1万とは違うので、はい、ただしやはり、自己記録から10秒前後で、はい、山崎さんゴールしましたので、いや素晴らしいですね。この暑さ湿度ものともせずにですね、はい、いや画像をご覧になった方々も、はい、彼女の表情とかですね、この、気迫っていうのをなんかこう分けてもらって明日から頑張ろうと思ってもらえたんじゃないですかね。上田さんが思わずね途中その山崎の眼力に引き込まれたという、ね、時間もあったというぐらいその目力が強かった山崎です。はい、学生たちのこの競技とか向き合う姿勢というのがですね、はい、やはりこう何かこう私たちにこう与えてくれるものがあるなと思ってるんですね、本当にこう下向きに頑張る順位はともかくとしてですね、今日走り切ったすべての選手に、ご苦労さん頑張ったねっていう言葉をかけてあげたいですね。今日体大の仲間たちと山崎がね記念のフォトに収まりましたけれども、見事に山崎15分47秒16というタイムでこのレースを制しました。日本銀から優勝です。2位にサラワンジル、3位に沢井が入りました。酷暑が続くこの埼玉県の熊谷、厳しいコンディションの中で今画面中央、山崎梨沙が日本銀から女子 5000m 優勝です。4位に野田、5位に小川、6位に新田、立命館大学、こういった上位勢です。改めまして上田さんとこのレースを VTR で振り返っていきたいと思います。最初はゆったりと入ったんですけれども、はい、ワンジルさんがちょっとこうレースの、こう突破口を作ってですね、でその突破口を作って自分のペースに持ち込もうとしたんですけども、それを逃さなかった山崎さんたち、で16名ぐらいでね中盤推移していったのは素晴らしいと思いますね。とかく留学生が単独走を繰り広げるっていうのが今までこう見えていたんですけれども、それを、自分たちもそこの中で勝負するんだっていう、こう思いですね、それが体現できたのが素晴らしかったと思います。山崎はもう途中からそのサラワンジルの前に出よう、いやサラワンジルがかわす、そういった、ね、少しずつのせめぎ合いがありながら、ねね、出ましたね、はい、素晴らしい走りを見せてこの日本インカレ 1500m を制しました山崎、そのインタビューの準備ができたようです。喜びの声です。では女子 5000m 優勝しました日本体育大学の山崎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは感想を教えてください。はい、今回は日本インカレで 5000m に絞って出場して優勝を狙うという目標を立てて挑んできたので、まずは目標を達成できたことは嬉しいなというふうに思います。素晴らしい途中からのスパートだったと思います。あの展開は予想通りですか。そうですね、まあ、1万メートルの結果を見てても分かるようにワンジル選手がまあずば抜けて速いので、そことの一騎打ちで、まあ、留学生でも勝てるんだぞという証明をするために決めてたので、まあ、良かったスパートかなというふうに思います。次は駅伝に向けてだと思います。駅伝シーズンに向けて意気込みお願いします。はい、まあ、ここでもいい結果残せましたし、チームとしても夏はしっかり練習を積むことができているので、まあ、駅伝でしっかりチームの目標を達成できるように自分も役を果たせる走りができているなというふうに思います。ありがとうございます。優勝されました山崎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上田さん、はい、優勝しました山崎のコメントを聞いて一言お願いいたします。いや優勝コメントをですね、はい、初日から聞いてるんですけれども、はい、どのコメントも理路整然としてですね、自分の思いチームのことを、短いコメントの中に全てを込めて語ってくれるので、はい、本当になんて言いますかね、感心しちゃってるんですね、
素晴らしいなと、競技力も素晴らしいけれどもそういうところに人間性もこう育ってるんだなっていうところで、指導者の方のご努力も反映されていると思います。女子優勝は山崎でした。